さあ、始まりました。本日もジャスミンのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、9月4日16時10分、YouTube 録画しております。いつも YouTube 見ていただきまして、本当にありがとうございます。今日もですね、ビットコイン、それからイーサリアム、BNB、エイダですね、こちらの4通貨をしっかりチェックした後、ジャスミンチャート分析していきますので、最後までご覧になっていただければと思っております。それでは、それぞれ冷やしチャート確認していきたいと思うんですけども、まずビットコインから確認ですね。あんまりね、ビットコインの動きは良くないんですけども、値段の方が276万7千円。ちょっとね、ジリ安になってきちゃってるのが心配ですね。あんまり良くない動きだと思われます。イーサリアムですね。こちらが21万7千円まで落ちてきてしまって、こちらもビットコイン同様の動きでありまして、あんまり良くない動きなんじゃないかなと思っております。まあ、ちょっと夜にかけてまたね、一段安っていうことがあり得ると思いますね。ちょっと夜にかけて、この辺の値段の動きをチェックしておく必要があるんじゃないかなと思います。反対にプラスなのが BNB ですね。こちら277ドルということで、少しのプラスなんですけども、まあ一応プラスということで全然違いますよね。300ドルぐらいには戻れると思いますので、まあ時間をかけてゆっくり戻っていけばいいんじゃないかなというふうに考えております。それから今日上昇が目立つのが、体のエーダですね。0.49 ということで、まあ 5% 高なんですけど、動きはね、かなり良くなってきましたね。だいぶ売り物も枯れてきたのかなというところで、まあここからの上昇に期待といったところでしょうか。といったところでね、ジャスミンはどんな動きなのか、ちょっと皆様と一緒にね、見ていきたいと思います。お待たせしました。ジャスミンなんですけども、今日 1.22 ということで、0.19% の上昇ということで、まあ、小動きなんですけども、こちらもね、上昇ということで、まあ、BNB にちょっと近い動きなのかなという感じでしたね。で、これも日足から確認なんですけども、値段の方は悪くないですね。だんだん、こう、じり高になってきているような感じで、動きは軽快になってきているように思います。むしろいいかなという感じもしますけども、それから週足チャートですね。こちらも動きは悪くないのかなというところで、まあ、堅調な動きが今見えてるんじゃないかなというところですね。それから最後に月足チャートを確認していきたいんですけども、まあ、1.6 まで上がったこのジャスミンなんですけども、そこからね、ちょっと 1.22 まで下がってきてしまって、今ですね、ちょっと横ばいで動いているんですけども、ちょっとカップイズハンドルのような形でね、戻してこれるといいんじゃないかなと思うので、今は 1.11 から1.6 ぐらいまでですかね。この値幅ぐらいで動いてるんじゃないかなと思いますが、まあ結果的には 0.8 とか 0.9 とかにね、やっぱり一回はなるんじゃないかなと思っているので、まあちょっとその動きがね、本当にならなければいいなと思います。まあ上がっていけるとしたらこの辺で上がっていくんじゃないかなと思うので、まあ 1.1 をね、割り込まないでどうにか 1.2 をキープして、まあ 0.9、0.8 のね、ちょっと1円割れっていうのは見たくないので、できればこの辺で上がっていってほしいなと思うんですけども、ちょっとね、相場的には一旦 0.8 ぐらいになるんじゃないかなというふうには予測をしております。まあ買うとしたらこの辺で買うのがいいのかなと思うんですけども、まあそこでも慌てて買わない方がね、私はいいんじゃないかなと思いますので、しっかり冷静に一番そこにね、なったところまでね、引き付けてから買うようにした方がいいかなと思います。まあちょっとね、買うのもね、ここは検討する必要があるんじゃないかなと思うので、まあ、ジャスミンを買おうと思っている方もね、よく一回調べた方がいいと思いますね。わからないのに買ってしまってもですね、後で後悔してしまいますので、しっかりジャスミンっていうのはどんな仮想通貨で、どんなね、買うといいことがあるのかっていうのをしっかり見極めないといけないと思いますね。それがわからないうちは買ってはいけないと思いますので、私はしっかり調べるべきかなと思っております。はい、というところで一応 0.8 から 1.6 の間で動いているんですけども、若干 0.8 の方になんだかんだ言って動いていってしまうんじゃないかなと思いますが、まあ 1.1 ぐらいが一応サポートになればね、いいかなと思いますので、まあ今後のね、ジャスミンに期待かなといったところですけども、ちょっとね、今週というかまあ今日にかけてもですね、夜にかけてちょっと下げてしまうような銘柄が多いかなと思っているので、ちょっとジャスミンもね、なんとかプラスをキープということで頑張ってもらいたいなと思っております。ということで、ジャスミンに対してね、皆さんもそれぞれ意見あると思いますので、よかったらコメント欄の方にご記入の方よろしくお願いいたします。チャンネル登録もね、まだの方ぜひこの機会にしていただければなと思いますので、よかったらチャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いいたします。今回はジャスミンチャート分析最後までご覧になっていただきまして、ありがとうございました。